さん、こんにちは。今回は伝説的な双子デュオザ・ピーナッツのメンバーである伊藤恵美さんと彼女の元夫で人気歌手の沢田研二さん、そして二人の息子についてお話しします。伊藤恵美さんは1941年4月1日に愛知県知多郡常滑町で生まれました。本名は沢田秀代といい、双子の妹由美さんと共にザ・ピーナッツとして1959年にデビューしました。彼女たちは恋のバカンスや恋のフーガなどのヒット曲で一世を風靡し、1960年代の日本の音楽シーンを代表するアーティストとなりました。また人気番組シャボン玉ホリデーの司会も務めるなど多方面で活躍していました。そんな伊藤恵美さんの人生に大きな転機が訪れたのは1975年のことでした。この年恵美さんは当時絶大な人気を誇っていた沢田研二さんと結婚し、芸能界を引退することを決意したのです。沢田研二さんはジュリーの愛称で親しまれ、若い女性から熱狂的な支持を受けていたカリスマ的存在でした。二人の出会いは同じ芸能事務所渡辺プロダクションに所属していたことがきっかけだと言われています。具体的には1970年3月にリリースされたザ・ピーナッツの29枚目のシングル男と女の世界を沢田さんが作曲したことが二人の接点となったようです。その後も東京の女、何の気なしになどの楽曲を沢田さんが手掛けており、仕事を通じて二人の関係が深まっていったと考えられています。当時恵美さんは27歳で、7歳年下の沢田さんはまだ20歳でした。二人は徐々に交際に発展していったそうですが、結婚するまでの約6年間その関係は一切報じられることはありませんでした。これは当時の二人の人気を考えると驚くべきことです。どのようにして隠していたのかは不明ですが、所属事務所の協力もあったのではないかと推測されています。おそらく外で会うことはほとんどなく、自宅でしか一緒に過ごす時間がなかったのではないでしょうか。1975年2月18日ザ・ピーナッツは突如引退を発表しました。当初引退の理由については、皆さんの惜しまれるうちに引退した方がいいと思ったと語られていましたが、その真相が明らかになったのはそれから3ヶ月後のことでした。同年5月18日恵美さんと沢田さんの婚約が発表されたのです。ここで初めてザ・ピーナッツの引退が伊藤さんと沢田さんの結婚のためだったということが明らかになりました。二人は同年7月20日京都の比叡山延暦寺にて結婚式を挙げました。式の直後に開催された沢田さんの比叡山フリーコンサートでは、夫婦揃ってステージに登場し、沢田さんは彼女が僕の妻ですとファンに対して恵美さんを紹介しました。熱狂的なファンの多い沢田さんのファンの前に姿を現すことに不安を感じていた恵美さんでしたが、大きな拍手と歓声によって祝福されたそうです。これはすでに引退し一般人となっていた恵美さんが観衆の前に姿を現した最後の機会となりました。結婚後恵美さんと沢田さんは1979年3月に男の子を授かります。名前は沢田和人さんと言います。恵美さんは息子の和人さんについて、息子を育てるのが趣味なのと口にしていたそうです。またあの人との間に生まれたこの息子だけは何としても立派に育てたいという強い思いを持っていたとも伝えられています。しかし恵美さんと沢田さんの結婚生活は長くは続きませんでした。1987年二人は離婚することになります。離婚の原因は沢田さんの不倫だと報じられました。不倫の相手は女優の田中裕子さんでした。沢田さんと田中さんが出会ったのは1982年に公開された映画男はつらいよ、花も嵐も虎次郎での共演がきっかけだったそうです。二人の不倫が報道されると沢田さんは遠慮なく谷
田中さんのマンションに通うようになり、家に帰らなくなったといいます。また田中さんも必ず彼と一緒になると、恵美さんから沢田さんを奪うという宣言のようなことを言っていたとも伝えられています。当時の恵美さんはすでに一般人となっていたため、夫の不倫や離婚についてのコメントは一切報道されていません。一説では愛する沢田さんが幸せになるために離婚届に判を押したとも言われていますが、実際どのように思っていたのかは本人にしかわからないことでしょう。離婚に際して恵美さんは息子和人さんの親権を持ちました。慰謝料は自宅や伊豆にある別荘などを含めると18億円以上にもなったそうです。これは当時の芸能界史上最高額として多くの注目を集めました。恵美さんと沢田さんの自宅は東京都世田谷区の100坪を超える広大な土地に、地下1階で地上2階建ての大豪邸でした。興味深いことに、恵美さんは沢田さんへの愛なのか、息子さんと会わせたのか、離婚後も沢田さんの本名である沢田姓を名乗り続けたそうです。その豪邸にはザ・ピーナッツ、両親、姉、弟、付き人、一時期結婚していた沢田研二さんが暮らしていました。ですが現役時代の晩年、一旦由美さんがその邸宅を出て一人で生活していました。だが11年に母が、12年2月に愛犬が相次いで死去、そして恵美さんも同年6月に亡くなってしまいます。賑やかだった自宅から一人また一人と家族がいなくなり、残されたのは由美さんと A さんだけとなりました。自宅は改修工事をしたばかりで、由美さんは A さんとずっと一緒に暮らしていくつもりでした。でも A さんはお母さんが病に倒れてから自分の力で生きていきたいと思うようになったんです。親離れというか、今は自立して音楽関係の仕事もしていますからね。由美さんは恵美さんと離れることができず、結婚して家庭を築くという普通の幸せを手に入れられなかったという思いが少なからずあります。だからこそ彼の思いも痛いほどによくわかるんです。とはいえ彼女はもう73歳、ほとんど生まれて初めての一人暮らしですから、彼の決意を苦渋の思いで受け入れたんだと思います。自宅を残しておくことも考えたそうですが、維持費もかかるので売ることにしたそうですと由美さんの知人が語っていました。伊藤由美さんは結局元の邸宅から車で10分ほど離れたマンション暮らしだったようです。恵美さんの死後、息子の和人さんと父親の沢田研二さんの間に大きな動きがありました。伊藤恵美さんの息子は沢田和人さんという名前です。恵美さんが亡くなった1年後の2013年、ひとりさんと沢田さんは25年ぶりに再会を果たしたのです。ひとりさんが8歳の時に両親は離婚をし、その後は一度も父親の沢田さんとは会っていなかったので、実に四半世紀ぶりの再会となりました。親子が顔を合わせたのは2013年1月、ザ・タイガースのコンサートの楽屋でのことでした。和人さんが沢田さんのステージを見に行き、楽屋で再会を果たしたのです。なぜひとりさんが父親に会いに行こうと考えたのか、その理由も明らかになっています。どうやら亡くなる前に恵美さんが沢田さんに向けて手紙を書いていて、それを息子に託していたのです。手紙の内容は明かされていませんが、恵美さんは残された日々の中で息子の将来の幸せを考えた時、何かしら父親の沢田さんにも力になってもらう必要があると感じたのかもしれません。再会を果たした沢田さんは涙を流して喜んだそうです。和人さんは沢田さんのことを尊敬していて、父親はすごいと周りにも話していたそうです。このことから恵美さんは不倫をして出て行った夫のことを子供の前では悪く言わず、子育てをしたことが想像されます。25年という長い期間会えなかったものの、親子は一瞬にして分かり合えたのかもしれません。さてここで気になるのが和人さんの現在の様子です。一般人ということもあり、詳細な情報は少ないのですが、仕事については音楽関係の裏方をしているという噂があります。
母親がザ・ピーナッツで父親がザ・タイガーズ。しかも一世を風靡し日本中から大注目を浴びた。両親のもとに生まれた子供ですので、音楽関係の仕事をしていても違和感がありませんね。和人さんは音楽関係の表舞台ではなく裏で支える側の仕事をしていると言われています。ただしこれはあくまで噂の域を出ず確実な情報ではありません。息子さんが音楽関係の仕事をしていると噂されるようになった頃には、歌手の沢田雅人さんがエミさんと沢田研二さんの息子なのではないかと噂されたことがありました。この方は2012年に歌手デビューをしていて、生年月日が1984年11月2日。本当の息子の和人さんはあまり情報が出回っていないこともあり、年齢も近く名字も同じなので、歌手の沢田雅人さんが息子だと噂されたようです。しかもビジュアル的にもかっこよく、甘いマスクをしているので、沢田研二さんの息子かもしれないと思われたのです。息子ではありませんし、親戚関係でもないようです。沢田和人さんは一般人ということもあり、情報がとても少ないのですが、仕事は芸能人ではなく、音楽関係の裏方で仕事をしているようです。2012年に母親の伊藤恵美さんが亡くなった後、恵美さんの妹で元ザ・ピーナッツの伊藤由美さんと二人で暮らしていた沢田和人さん。家は東京都世田谷区にある大豪邸。恵美さんの妹の由美さんは和人さんのことを実の息子のように可愛がっていたといいます。生まれた時から一緒に暮らしていましたので、老いとおばの関係を超えた親子のような関係性だったと思われます。しかし恵美さんが亡くなって1年を過ぎた頃に、ひとりさんは独り立ちをしたいとおばの由美さんに申し出たそうです。当時30代になったくらいの頃でしたので、独り立ちをしてみたいと考えるのも普通ですよね。由美さんもその気持ちを理解し、世田谷の大豪邸は売却、別々に暮らし始めたと言いますが、おばの由美さんは和人さんをとても可愛がっていたので、たびたび和人さんの家に行きお世話をしていたようです。しかしそのおばの由美さんも2016年に亡くなっています。恵美さんと由美さんには弟がいますので、ひとりさんは天涯孤独ということではありません。結婚をしたなどの情報はありませんが、もしかすると結婚をして家庭もあるかもしれませんね。そして何よりも2013年に再会をした父親の沢田研二さんもいます。父親を尊敬しているという情報がありますので、今は父と子が定期的に連絡を取っているのかもしれません。ひとりさんが2024年現在結婚しているのか、またお子さんがいるのかがわかる情報は出回っていません。先ほど紹介した自立して生活をしたいという理由が結婚である可能性もありそうです。当時で33歳ですから、奥さんを見つけて結婚生活を送り始めたのかもしれません。一方2013年に沢田研二さんと再会されたそうですが、沢田研二さんから息子が結婚していたという報告はされていません。和人さんがもし結婚されていたとすれば、久しぶりに再会した父へ真っ先に報告しそうな気もしますが、そういったエピソードは見られませんでした。和人さんの子供についても同じく、仮にいたとすれば沢田研二の孫に当たりますから、公表されていれば大きな話題になるはずですが、そういった話も聞かないですね。現在の様子はわからないものの、2013年時点では独身で子供もいなかったことが推測できます。世間では田中裕子さんとの間に子供を作らなかった理由について、伊藤恵美さんに対するせめてもの償いなのではという憶測もされているようです。澤田研二さんの不倫をバッシングする声が未だにあり、残された息子がかわいそうという声が見られます。一方沢田研二さんの歌手活動を応援するファンの間からは、息子さんの歌声を聞いてみたいという声も見られます。また和人さんが結婚してお子さんが生まれればジュリーの孫になります。沢田研二さんがいつか孫を見る日が来るのを楽しみにしているファンもいるようです。音楽関係の仕事についているということで、
沢田研二さんのライブにスタッフとして関わっているのではないかという声も見られます。いかがでしたでしょうか。今回は伊藤恵美さんの様々な話題に触れてみました。伊藤恵美さんの息子の情報は出回っていませんが、この先明らかになるのかもしれませんね。注目しておきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。